雪女小泉やも武蔵の国のある村に模作美乃吉という二人の木こりがいたこの話のあった時分には模作は老人であったそして彼の年季暴行人であった美乃吉は十八の少年であった毎日彼らは村から約二里離れた森へ一緒に出かけたその森へ行く道に越さねばならない大きな川がある そして私のあるところにたびたび橋が架けられたが、その橋は洪水のある旅ごとに流された。川のあふれる時には、普通の橋ではその急流を防ぐことはできない。模作と美濃吉はある大層寒い晩、帰り道で大吹雪にあった。私場に着いた、私森は船を川の向こう側に残したままで帰ったことが分かった。 泳がれるような日ではなかったそこで木コリは渡森の小屋に避難した避難所の見つかったことを行縮に思いながら小屋には火鉢はなかった火を焚くべき場所もなかった窓のない一方口の二畳敷きの小屋であった模索と美乃吉は戸を閉めて美濃を着て休息するために横になった はじめのうちはさほど寒いとも感じなかった。そして嵐はじきに止むと思った。老人はじきに眠りについた。しかし少年身の口は長い間目を覚ましていて、恐ろしい風や戸にあたる雪の絶えない音を聞いていた。川はゴーゴーとなっていた。小屋は海上の和船のように揺れてミシミシ音がした。恐ろしい大吹雪であった。 空気は一刻一刻寒くなってきた。そして美濃吉は美濃の下で震えていた。しかしとうとう寒さにもかかわらず彼もまた寝込んだ。彼は顔に夕立のように雪がかかるので目が覚めた。小屋の戸は無理押しに開かれていた。そして雪明かりで部屋のうちに女、全く白装束の女を見た。 その女は模索の上にかがんで彼に彼女の息を吹きかけていた。そして彼女の息は明るい白い煙のようであった。ほとんど同時に身の口の方へ振り向いて彼の上にかがんだ。彼は叫ぼうとしたが何の音も発することができなかった。白衣の女は彼の上にだんだん低くかがんでしまいには 彼女の顔はほとんど彼に触れるようになった。そして彼は彼女の目は恐ろしかったが彼女が大変綺麗であることを見た。しばらく彼女は彼を見続けていた。それから彼女は微笑した。そして囁いた。私は今一人の人のようにあなたをしようかと思った。しかしあなたを気の毒だとは思わずにいられない。 あなたは若いのだからあなたは美少年ね巳之吉さんもう私はあなたを害死はしませんしかしもしあなたが今夜見たことを誰かにあなたの母さんにでも言ったら私に分かりますそして私あなたを殺します覚えていらっしゃい私の言うことをそう言って向き直って彼女は戸口から出て行った その時彼は自分の動けることを知って飛び起きた。外を見たが、しかし、女はどこにも見えなかった。そして雪は小屋の中へ激しく吹きつけていた。身の口は戸を閉めて、それに木の棒をいくつか立てかけてそれを支えた。彼は風が戸を吹き飛ばしたものかと思ってみた。彼はただ夢を見ていたのかもしれないと思った。それで、 入り口の雪明かりのひらめきを白い女の形と思い違いしたのかもしれないと思った。しかもそれも確かではなかった。彼は模索を呼んでみた。そして老人が返事をしなかったので驚いた。彼は暗がりへ手をやって模索の顔に触ってみた。そしてそれが氷であることがわかった。模索は固くなって死んでいた。